こんにちは。雪平さん、レインボースターありがとうございます。ちょっと夜できるかなって感じだったので、今ちょっとだけやっちゃうよということで、やっちゃうよということで、こんにちは、こんにちは。ちょっと今充電ナンバーだ、 50% ですね、 50% だね。何しようと今配信しよったい、カラオケ配信場しようかなって思ったよね。カラオケ配信、あのゆうさん、バラカズトシ先生さん、ダルマありがとうございます。なんかピョンピョンピョンって出てくるんだが、なんかねえねえ、みんな何しようと、マルリだよ、おしょい。暑すぎて意識がもろうとしてます。ちゃんと水分取って、塩分も取って、あのねね、恐竜行ってきた。あら、行ってきたの今日から、今日だっけ、朝公演かな今日は。違うか、え、で、金曜日か今日。金曜日か、なるほどみよん、なるほどみよん、なるほどみよん。こんにちは。化粧しない、なんかあのレッスンとかの時はあんまりしないです。レッスンとかお稽古とかして、でする時もあるけど、気分によっては。そう、なんかお休みの日は肌を休めたいんですよ。そうだから劇場公演とか、ミュージカルじゃない、劇場公演とかそうの時は、そのコンサートとかがある時はしますよ。うん、とか誰かと、例えば20日とどっか行くよとか、ちょっとお出かけするときはちょっとだけやりますね。そう、そう、メイクあんまり、そう、好きじゃないんだよね。そう、もうなんかやっちゃったらそれはそれで好きなんだけど、こうなんか乗ってる感あんまり好きじゃないんだよ。そう、そうとか言って。どうしよう、カラオケ、カ
これ着しようかな。なんかリクエストないですか。皆さんリクエスト放題タイム。最近ちょっとカラオケしかやってないけど、EKB、まあ、グループだけかな。明日職場でバーベキューするんだけど、いいな。なんでこのお肉が好き。私はね、カルビが好き。佐賀牛さ、食べてほしい、マジで。こんにちは。じゃあちょっとお昼っぽい曲、お昼っぽい曲、明るい曲でいいかな。夜も多分結局カラオケ配信をすると思うから、その時夕日歌おうかな。じゃあ、聞こえてますか。チャイムあったっけな、その前に。チャイムないような気がするんだが。チャイムないよね。ないわ、新しいチャイムないし、ないしって。危険です。ふう、星投げたら一番前に来た、イエイ。お昼やからな、壇上乗り時、平日やし。ミッサーだー。そう、すっごい、ありがとう、ありがとう。富山ツアーで歌った曲、撮影コーナーで、何歌ったの？知らないな、富山ツアー。仕事中です。大丈夫？大丈夫、仕事中。ありふれた毎日が今の僕の宝物さ。
次は次、私は多分15分ぐらいでね、それも終わっちゃうのかなって感じだから、何か花火さん、年齢層、年齢層、2人までだったな、マヤさん、どうしようかな。はい、リクエスト募集中。何恋コインかで聞く？どうしよう。ありふれた毎日が今の僕の宝物さ、穏やかに流れてゆく日々が幸せの全てだよ。もうずっとずっとこのままが永遠より続くように、流れ星に願いを込めるよ。いつまでも流れゆくまま。逆に HKT さんでしょ。何がいいんだろうか。HKT T 何がいい逆に。SKE の曲、SKE さんの曲、逆に何がいい？好き好きスキップ歌えるかな？好き好きスキップってイントロどんなんだっけ？HKT。桜みんなで食べた。早送りカレンダー。早送りカレンダー。大人列車。大人列車。大人初恋はバタフライうんうんうんってやつね。あ、なんか福岡ツアーで歌ったわそれ。あ、動き出した車輪、君が乗っているのに駅のホームです。
さ聞いていたけど、まさかこんなに急だと知らなかったよ。さよならを言えば自分の気持ちちゃんと整理できたのだろうか。大人列車僕はまだ乗れぬまま、見送りながら胸の奥の痛みに何か教えられる。こんなに悲しい別れと不快で都合の口で光を探すように悲しみ克服してゆく。はい、ありがとう。 Thank you。 暑いね、今日本当に暑い。大丈夫、みんなちゃんと水分取ってる？角のカフェのテラス、パラソルやっと開いて、待ち望んでいた夏が近づいてくる。天国に一番近いあの海へ誘っていたい。今年こそ二人きりで泳ごう。ノースリーブ着替えた頃に僕が君を迎えに行くよ。青空を連れてこい、もう恋の真っ最中。眩しい日差し、君のどこか蝉がないから、ためらってる時間はないよ、すぐにキスしよう。君が好きだ、もう大好きだ、もうこの気持ち伝えたい。季節変わる前にすでに首いだけなんだ、僕の負け、早送りされんだ。さんとかもね、どれがどれだろう。上がる。イエーイ。HKT さんの曲上がるよね。わかる。ありがとう、ゆかのこさん。のこさんのファンかな。
15分ですね。じゃあもう早送りカレンダー最後までやって終わりましょう。ありがとうございます。いや動くないよ。ありがとう、ありがとう。あさあ、ラスカルさん、花束をお読みくじょうさん、レインボースター、ラスカルさん、アイススペースゴーさん、バラありがとうございます。ハートもラスカルさんありがとうございます。とてもいいです、ありがとうございます。 HKT さんの曲いいよね、私あれが好き。あ、曲名めっちゃ忘れた。フォローしました、ありがとうございます。嬉しい。じゃあランキング読もうかな、ランキングもかな。そんじゃ、ちょっと待って、これ外すね。そんじゃ、13位、つむじかでさん。おさぼりちょう？おさぼりちょう？13位、つむじかでさん。12位、かぼちゃ先生さん。11位、ベルちゃん会長さん。ミスターのは、10位、あめさん。9位、さくらんさん。8位ヨンミンさん、7位ラスカルさん、6位オニオンナイトさん、5位パー君の、あ違う、混ざったマー君のパパさん、4位ゆうかちゃん、3位お花の子花子さん、2位アヌネさん、みそが最高、1位アリエムサーファーさん、ありがとうございます。ってことで1676人の皆さん、本当にありがとうございました。初見です、ありがとう。アミちゃんかな、ありがとうございます。そしてお話し会の再販がね、今絶賛に合ってるよって感じなので、皆さんあのおすすめはサイン会です。そうぜひ来てください。7月8月は浴衣とかお着物とかを着ようと思ってるので、ぜひ来てください。それでは1717人ありがとうございました。こんなちょっとね中途半端な時間に、じゃあ、 あの夜また23時半ぐらいからできたらやりますので、それではさようならバイバイ、ありがとうございました。終わります。楽しかった、また来てね、ありがとう。